いやめっちゃ嫌がられる。まずさ、なんで俺が嫌がられるんだ、まず、うん、なんで俺が知ってる前提の話を俺に振ったの、うん、あ、ごめんごめんごめん、言ったことないよ。言ったことないか、言ったことありそうな顔で決めるわ。言ったことある、松下さんだけだけ、松下さん以外に聞くの。タバコ吸うのって緩やかな自殺って言われてるんだって。へえ、そうなんだ。真珠みたいでなんかやだ。なんで知ってんだろうってたまに思うよ。まあうまいけど。体に悪いだけだしね。いや、うまいから。臭いしね。俺、親戚の姉ちゃんの匂いが好きでさ、その人タバコ吸うんだよ。でもタバコの匂いだけじゃなくて、なんかが混ざった匂いで、多分香水。それがなんとなく好きで、大人って感じがしてさ。だからなんかタバコ吸うと周りの人に大人って認めてもらえる気分になるんだよね。そのサブカル丸出しな階層、大学生の悪いとこ全部集めたみたいなキモさがあるね。きつすぎる。副流煙という猛毒を撒き散らしながら、社会の懐の深さに生かしていただいているという自覚を持ち、周りに感謝し、地べたを舐めながら生きなさい。居場所を与えてくださってありがとうございます。いいのよ、分かれば。これからもタバコ吸うと思うけど大丈夫？本当は嫌。居場所を与えてくださってありがとうございます。こちらこそ。タバコを吸うというのは自傷であり、癒しであり、思い出であり、加害である。その煙を吸うたびに